にちは、八代あかねです。今回はサンタワールドさんのランダムボックスシーズン12を購入しました。イエーイ。以前ね、こちらのサンタワールドさんのランダムボックス S サイズをご紹介したことがあるんですけれども、またまたね、楽天のポイントが溜まったので、思い切って今回 M サイズを購入してみました。私が今回購入したのはシーズン12になります。ね、ちょっと今、絶賛風邪をひいております。なので、だいぶ鼻声だと思うんですけれども、お聞き苦しかったら申し訳ないです。頑張ってご紹介してまいりますので、最後までお付き合いいただけたらなと思います。さあ、まずね、今回ですね、前回のね、S サイズよりも大きい M サイズを購入しているんですけれども、キャンペーンをね、やってらっしゃったみたいで、大きな箱で届きまして、こちらのね、メインのボックス以外に、この大きなね、ギフトパックと、あと多分おまけになるんだと思うんですが、こちらのパックが入っておりました。早速ね、こちらのおまけたちから開けていきたいと思います。まずね、気になるのはこの赤い袋ですよね。巾着型になってる袋なんですけれども、すごい厚みです。手のひらぐらい厚みがある。すごい大きさのね、立派なものになっております。早速開けてみましょう。じゃん。じゃ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 ーん。わーお。こちらは、じゃじゃーん。あ、すごい。中に不織布のカバーまでついてました。そしてこちらすごいね、超立派なポーチですね。バニティポーチ的なやつだと思います。今回ね、私は楽天さんで購入したんですけど、先着で購入した方にこのポーチがね、おまけでついてきますっていうことだったので、ポイントもね、たまったので急いで購入した感じなんですけれども、まさかこんなに立派なね、でっかいポーチが来るとは思いませんでした。この M サイズの箱とほぼほぼ同じぐらい横幅があります。すごいね。で、取っ手がついてて持てるようになってますね。で、こうやって開けれるんだ。じゃじゃーん。わー、あ、すごい。これは素敵ですね。しっかり180度開くようになっていて、大きい紙物とかメモ帳とかも収納できるんじゃないかなっていうぐらいしっかりした収納ボックスですね。もはやペンとかだったらなんか200本ぐらい入るんじゃないかなっていうぐらいすごいしっかりしております。こうやってね、閉まるので、こっちがメインかな、ね、あんまり高さがあるものはこっちは入らないかなとは思うんですが、でもこの形のポーチだったらこうやって机に置いといてもいいですよね。すごい。しかも中にもこうちっちゃいポケットがついてたり、こうチャックでね、開くポケットもついてますし、こっちにもね、チャックポケットついてます。ノベルティでこれはすごいですね。ありがたいです。あ、だからこことここが両方とも平べったいんですね。こうやって開けれるように、すごいポーチだなと思います。こういうポーチ初めて見ました。使っていきたいと思います。さあ、そしてね、まだまだおまけが入っております。私はね、かなりシーンでね、爆買いをしまくっているので、サンタワールドさんね、被るかなと思ってね、いつもちょっと買うのを躊躇してたんですけど、楽天のね、ポイントも貯まったし、今回ね、ノベルティも豪華そうだったのでゲットしました。ちなみにね、 L サイズを購入するとちょっと違うタイプのポーチが入ってたみたいです。さあ、で、中に入ってたのは、まずこれが多分マグネットのブックマーカー的なやつだと思います。2枚入りって書いてありますね。かわいい。金の箱押しがされている空柄のブックマークですね。素敵。それから、これはノートブックって書いてありますね。メモ帳かな？あ、すごい。かわ、あ、めっちゃ柄ある。トレーシングペーパー。あ、最初の1枚だけですね。トレーシングペーパーなのは。で、あとのは、柔らかい感じの紙です。ちょっとふわふわしている柔らかめの紙ですね。柄が可愛い。で、あ、各柄最初の1枚がトレーシングペーパーになってるっぽいです。すごいね。これもそうですね、最初はトレーシングペーパー。へー、可愛い柄が。一柄につきトレーシングペーパー入れて5枚しか入ってないですね。なのでめちゃくちゃ柄があるってことかな。
すごい。こんな感じ。全部可愛い柄ですね。これも総柄ですね。あ、めっちゃ柄入ってる。これが最後の柄かな。へー、すごいですね。可愛いノートです。全部で40枚入りですね。全部で8柄あるのかな。ね、可愛いです。そしてこちら、なんだろう、ラベルの紙ですね。コラージュとかに使ったり、メモ、ちょっとしたメモを書くのに使えそうな、全部同じ柄ですね。普通のね、薄めの紙ですね。で、ここがミシン目になってるので、ピリピリってちぎりながら使う感じですね。すごい。一応ね、なんかパッケージとかを送るためのこうアドレスとか内容物とかを書く紙っていう説明が書いてありますけど、基本的には多分コラージュ素材的な感じ、あとはメモかなっていう感じですね。30枚入ってるみたいです。さあ、そしてシールも入ってる。しかも可愛いね。よくあのシーンでもね、見るブランドさんのものなんですけど、でもね、シーンで見たことない柄ですね。こちらは全部で40枚入り、各柄2枚ずつ入ってるのかな。あ、こんな感じのフレームとお花の柄ですね。2枚ずつ入ってます。素敵。超コラージュ素材として優秀な感じですね。ペット素材になっていて、数字もありますね。レターもある。アム、ちょっと白いシミっぽい感じのもすごい素敵です。へえ、こんなのあったんですね。あ、さっきのはアムじゃなくて AM かもしれない。これ PM なんでね。ハートとかもあります。かわいい。 IF、 あ、なるほど。かわいいですね。しかも結構柄いっぱい入ってますね。全部使いやすそうだし、素敵。いや、これがおまけですからね。すごいな。シーンで売ってたら普通に買ってますね。こんな柄でした。全部使える、ハズレがないパックでございました。で、さらにステッカー入ってますね。なんかすごいかわいい。あ、これもさっきと同じブランドさんですね。20枚入ってるのかな。多分10柄入ってるっぽいですね。これはね、ちょっとシールが開きにくいタイプのビニールですね。なんかぬるっとつるっとしてる感じのビニールになってます。うわ、これもペットテープなんだ。あ、すごいピカピカ、超光ってる。すごい、女の子のステッカーですね。キラキラ感がすごいですね。かわいい。こんなの知らない。いやー、まあ、シーンとかね、見てても、なんかどんどん新しい素材生まれてきますからね。サンタワールドさんも、こう新しいの見つけてくるの、すごい上手なんでしょうね。すご。かわいいですね。キラッキラ感がすごいです。かわいい。ちょっとぽっちゃりしてる感じの子が、かわいいですね。全部おまけかわいいですね。そしてこちら、あ、すごい日本語書いてある。手帳シールって書いてありますね。言葉のね、シールですね。あ、そうですね、ペットタイプのシールで大カットされてます。すごいゴールド箔になっているのでね、すごいゴージャスです。英語もバースデーとかね、ハグ&キスとか、まあまあ使いやすそうな言葉がいっぱいでいいですね。華やかになりそう。そしてで、こちら、これはね、見たことがある。私ね、これのコンプリートセットをね、シーンで買ってるかもしれないです。3枚ね、違うステッカーが入ってて、すべて大カットになっているクリアタイプのステッカーですね。でも全部ね、コラージュを目的としてそうな、使いやすそうなね、素材ばっかりで、いいシールです。うん、素敵ですね。この袋にはね、全部で7個おまけが入っておりました。すごいね、ボリューミーです。これにポーチですからね、すごい豪華。さあ、これでね、ようやっと本番ですよ。
一体どんだけ入ってるんだろうっていう感じでね、 S サイズの時ももうすごいボリューミーでね、 S でこれかって思ったんですけど、今回 M サイズで1個サイズがアップしてるのでね、多分内容はさらに多くなってると思うんですけれども、ちなみにこちらの M サイズは送料込みで7400円でございました。コツコツポイント貯めたんですよ実質無料なんでね、私にとって。早速開けていきたいと思います。これね、まずすごく重たいですね。前回も言ったと思うんですけど、本当に綺麗に包まれていて、マジで毎日がクリスマスっていう感じでね、サンタワールドですね。さあ、もったいないですが開けますよ。えい、素敵。ここのねシールとかもねすごい可愛くて、私はこれ放送開けた後に切り取ってね、取ってあります。さあ開けますよ。結構ね、結構ねしっかりねくっついてるのでね、しょうがないですね。よいしょ、すごい膨らんでいる。若干膨らんでるんですよね。パンパン感がすごいです。ここにインスタグラムとツイッターと Q10 と楽天の QR コードがありますね。私はねツイッターの方をフォローしてるんですけど、結構売り切れなことが多いので、このランダムボックスいつ入荷したよとかね、あとはそのノベルティ情報とかが手に入るのでね、これから買ってみたいなと思う方はぜひねフォローしてみてください。 Q10 でもね同じものが売られてます。値段も同じです。私はポイントを楽天で貯めてるので楽天で購入してます。よし、じゃあ開けますよ。いきます。じゃじゃーん、最初から可愛いのが見えている。すごいですね、本当にパンパンギッチギチって感じで。さあ、じゃあ上から見ていきましょうか。まずこちら、へえ、こんなのあるんだ。マスキングテープって書いてありますけど、ペットテープですね。可愛い女の子のねペットテープですね。学生さん、可愛い4人の女の子。これはこの1枚だけっぽいですね。ペットテープこういう売り方もあるんですね。かわいい。持ってない持ってない。さあ、じゃあ2個目いきましょう。おー、なんかこれいろんな素材が入ってます。そしてパッケージがかわいい。こちらはマテリアルペーパーバッグということで、いろんな紙が入ってるのかな。開けてみましょう。こんな感じで、まずねリボンが入ってますね。すごいレースのリボンです。ちょっと固めのレースリボンが入ってます。お裾分けファイルとか作るときに重宝しそうなレースですね。でタグが入ってます。で箔押しされてる、このなんか枠の部分がキラキラ箔押しになってます。ちゃんとね硬い紙ですね。イラストの色味が可愛いですね。ラベルっぽいペットテープが入ってたり、お花のペットテープが入ってたり、蝶々のペットテープが入ってたり、蝶々もねいろんな大きさの蝶々がいますね。かわいい。全部2枚ずつかな。まだまだお花も入ってました。蝶々も一緒ですね。それからまた蝶々とお花がありますね。で、あとはねなんか人物2枚ずつ入ってて、これとこれですね。ちっちゃな妖精さんみたいな人物が入ってます。でそれからいろんな紙素材、多分各柄5枚ずつで、このお花の妖精さんの周りがね可愛い大カットになってる紙素材と、蝶々の可愛い紙素材と、総柄の可愛い紙素材ですね。全部ね紙質は多分一緒で、柔らかめのね普通の紙ですね。それからこの四角いペーパー、コピー用紙っぽいペーパーですね。総柄のもの、これは各柄に多分2枚ずつ入ってるっぽいですね。新聞っぽいやつもあって、総柄のものとお花の総柄、なんかコラージュに使いやすそうなものもあります。でなんかもう一枚ね、これはね何なのか分かんないですね。これも素材として使うのかな。ペタって貼るんですかね。薄いプラスチックのね下敷きみたいなのが入ってました。でも模様がすごい可愛いですね。へえ、すごいいろんなのが入ってた。私この紫結構好きなので嬉しいですね。さあ、まだまだあります。まあそこが全然見えない。さあ3つ目が、あーかわいい妖精さんのシールですね。全部で14柄あるのかな。こんな感じ
妖精さんと蝶々とちょびっとお花が入ってる感じですかね。だいぶね、底が見えないので、全部ね、ゆっくりお見せしてるととんでもないことになりそうなんですけど、ささっとお見せすると、こういうね、お花が入ってたりとか、こういうね、妖精さんが入ってます。サイズはね、そんなに大きくない。よくあるシーンの、ちっちゃめのステッカーって感じの大きさなんですけど、柄がね、とても可愛いですね。他にもね、いっぱい妖精さん入ってます。蝶々の羽生えてるの可愛いですね。スズランの花束とかも入ってます。で、あと蝶々ですね。いや、すごいいっぱい入ってる。あ、次、お花、可愛い、ホログラムです。こんな感じの柄ですね。15柄が2枚ずつで30枚入りっぽいです。あー、すーごいキラキラ。これはなかなかの存在感ですね。しかもね、ちょっと大きいですね、今までのよりは。若干大きい。存在感あります。あ、でもちっちゃいのもあるのかな。大きいのとちっちゃいの。すごいね、キラキラすぎてどこが輪郭かわからないぐらいキラキラしてます。蝶々ももうこうなってくると装飾品ですよね。この袋は結構蝶々が多いかな。あとね、全部蝶々ですね。キラキラの蝶々たち、もうギラギラすぎて本当全部アクセサリーみたいな蝶々ですよね。もうすごいすごいすごいね、全部蝶々です。いいね、可愛いのしか入ってない。さあ次がこちら。これなんでしょうね。6ピース入ってるって書いてあります。ちょっとうちの猫が鳴いてる声が入ってるかもしれません。ハバグッデイさんですね。すごい、10センチ×10センチのシールかな。3柄が2枚ずつ入って6枚入ってるパックみたいです。じゃじゃーん。あー、これはすごい。シーンのね、購入品紹介で女の子のね、多分これと似たような6枚ずつしか入ってないパックがあったと思うんですけど、あれと同じシリーズですね。それのお月様バージョン。もうね、箔がめちゃくちゃゴージャスで、この盛り上がってるんですよね、この輪郭部分が若干。すごい、これはすごい。そう、これね、各柄2枚しか入ってないんですよね。これ高級品なんですよ。すごいね。あ、これはね、かわいいわ。しかもすごい立派なんですよね、サイズ感も。これは韓国人物ステッカーのね、大きいやつとかでも全然映えるんで、すごく嬉しい。いいですね、自分が選んでも買ってるだろうなっていうのが入ってるとすごい嬉しいです。さあ次がこちら。これはマステ素材かな。20枚入ってる素材シールっぽいですね。最近なんかペットテープをよく見るようになったからか、なんかちょっと久しぶりな気がします、マステ素材。うん、かわいい。これもでもコラージュに使いやすそうですね。しかも一個一個がね、結構大きめですね。こんな感じなので、サイズ感的にはしっかり立派です。お花とヴィンテージコラージュみたいな感じですかね。かわいい。これ1枚ずつしか入ってないかな。そうですね、全部柄違うかもしれない。すごい、かわいい。スズラン。すごい。柄違いますよね、さっきとね。うん。横向きもあるのいいですね。素敵ですね。余白も取りすぎず、ちゃんとね、形で大カットになってるので、すごい使いやすい。大きさも最高ですね。これ見たことなかったですね、こういう素材。すごいいっぱいね、ロールテープが見えておりますが、先にこっち行っちゃいましょう。これなんかすごい DIY ハードカードマテリアルズということで、固めのカード素材ですね。ハバグッデイさんだ。あー、厚紙ですね。厚紙というか、もはやボール紙ぐらいの硬いカードですね。扇子だったりとか、この靴紐っぽいやつ。すごいね、面白い。靴紐だ。靴紐とか、ドレスの紐。面白いモチーフたちですね。ね。これとかめっちゃ使いやすそう。ここら辺ね。ボタンもあります。これもかなり厚いので、これ、お裾分けファイルのね、玉留めとかにも使えるかも。センスモチーフ。全部ね、写真ですね、イラストは。
センス。ボタンかわいい。あ、シーリングスタンプもありますね。センス。あ、すごい。いろんなのが入ってます。へえ、面白い。こういうのもあるんだ。まだまだ知らない素材がいっぱいで楽しいですね。さあ、続きましてはこちら。じゃーん。赤い。これもハバグッデイさんの商品ですね。フローティングフラワーズということで。こんな感じのね、15柄入ってて、各3枚入りかな？計45枚ですね。ペットテープ素材のシールですね。基本的にはこの切手柄？切手型の柄ですね。で、この透明な背景にお花が描かれてるからフローティングっぽい感じっていうことなのかな？ね、かわいい。赤かなと思ったんですけど、大人っぽいピンクかなっていう。こういう全部ピンクのやつもありますね。ちょっとね、大きめのやつもあります。切手柄は最初だけだったっぽい。結構いろんな形入ってます。こうなんか花びらのやつもありますね。あ、かわいいですね。すごいな、今のところね、外れがないですね。全部かわいい。あ、こういうなんかタグっぽいのもありますね。かわいい。大きめのやつ、こんな感じですね。多分他の色のシリーズもあるんでしょうね。これ結構ピンク単色って感じなんでね。さあ、続きましてはこちら。これもなんかすごい見たことないですね。こちら15柄入りの30枚入りなので、各2枚ずつ入ってるんでしょうね。あー、すごい、なんか大人っぽい。これ天使なんでしょうかね。すごいセクシーな女神様的な、妖精とか女神様系の女性のクリアペットテープですね。悪魔っぽいのもいますね。ファンタジー系のね、素敵な女性の絵柄でございます。なんか今のところ結構大人っぽい素材が入ってるかもしんない。私は結構ね、こういうの好きなんで嬉しいですね。素敵。かわいいです、うん、めちゃくちゃ大人っぽいですね。こんな感じです。見たことないやつばっかりですね。すごいなすごい量ですよ。やっとここが平面になったぐらいですからね。今まで盛り上がってましたから。次がこちら。これもペットテープ素材ですね。こんな感じで20柄入って各2枚入ってるっぽいです。めちゃくちゃレトロ感がすごい。面白いね。手鏡の中に映る少女なんですね。あ、これかわいい。羽とお花の花束ですね。お皿とかもあるんだ。え、かわいいですね。使いやすそう。ヴィンテージ系のコラージュにすごい良さそうですね。すごい、めっちゃ天使がっつり天使です。いいですね。ベイビーボーンとかね、出産祝いのお手紙とかにめちゃくちゃ使えそうなステッカーが多いな誕生日はちょっと違う気もするんですよねあとはヴィンテージのコラージュかな。これも手鏡に映る少女ですね。お皿。あ、このお月様と天使は使いやすそう。黄昏れております。おしゃれ天使ですね。かわいいです、天使。あー、かわいい。プクプクベイビーな感じですね。めっちゃ天使だったサンタワールドさん、毎回どうやって選んでるんでしょうね。さあ、次がこちら。めっちゃステッカー、韓国語とかもありますね。60枚入ってるんだ。すごい、結構しっかりと大きさのある感じのステッカーですね。こういう横長のものもあります。あ、すごい、なんかちぎられてる感のあるやつとか。うん、いいですね。基本的には言葉のステッカーかな。すごいね、勢いを感じますね。 Ready go! って書いてある切れ端っぽいのとかね、いいですね。これ完全に韓国語ですね。
素敵。いいですね。使いやすそう。私結構この白枠気になっちゃうタイプなんで、多分使うときはギリギリできるかな。けど、すごくいい。大きさがそれなりにちゃんとあるので、使いやすそうですね。ビューティフォル。すごい。うん、いい感じ。こういうのあるんですね。うん、今までね見たことない感じのステッカーシリーズだったので嬉しいですね。文字のやつって使いやすいですもんね。あ、そう、めっちゃ切れ端感ある。こんな感じです。60枚たっぷり入って全部違う柄だったんでね、たっぷり使えますね。さあ続きましてはこちら、10枚入ってってるのかな、女性のステッカーパックっぽいですね。なるほど、5柄が2枚ずつかな。なるほど、1柄につきこのペットテープタイプのシールと、あと普通のね紙ですね。これはステッカー紙というよりは普通に表面光沢印刷紙みたいなやつにプリントされてる女性ですね。それの2種類が入ってるんだ。こんな感じでも柄がすごい可愛いですね。女性が素敵、かわいい。こんな感じですね。全員ゴージャスでしたね。大きさがね結構大きめなので、これも存在感あると思います。すごいね、まだ自分が持ってる素材と一個も被ってないですよ。さあなんかね、次ね箱物系が出てきましたね。ロールテープはね最後にね見たいなと思います。なのでちょっと横に出しときますね。結構入ってますよ。すごい、ロールテープ系がね7本入ってました。これ最後に見ましょう。で箱系いきましょう。これなんだろう、マーク・オブ・ザ・スターズって書いてありますね。10柄が3枚ずつ入って30枚って書いてあるかな。箱です。いきます。じゃじゃん。あ、なるほど、ラベルカード的な感じですね。ほうほう、あ、シールになってるかな。あ、シールですね。紙のシールです。普通のねコピー用紙っぽい感じの紙がステッカーになってるタイプのものになります。あ、でもすごいラベル系のね模様なので使いやすそう。3枚入ってますね、人柄ね。かわいいかわいい。あ、ちょっと長めのやつも入ってるんだ。すごいですね。いいね、使いやすそう、素敵です。これ細長いのもありますね、こういうやつとか。色もねこうベージュ系、白とベージュ系なんで、すごいね使いやすそう。ボーディングパスですよ。ドラッグカンパニーって書いてあるのに下ボーディングパスと USA になってますね。こんな感じですね。すごい、思ってたより使いやすそう。これね表紙見ると全然分かんなかったんですけど、中身すごい良かったですね。さあもう一個箱物あります。なんだこれは、すごいな、そのまんま入っててラベルもないですね。これはすごい新しいなんか手作り感がありますね。あ、普通にね青系のお花のペットシールですね。バラとかラベンダーかな。各柄2枚ずつ入ってるっぽい、こんな感じで紫とか青い系のお花ですね。上とか写真系かな。すごいね、何のブランドかも何枚入りかも何にも書かれてない、こういうパッケージは初めてですね。アジサイとかもあります。すごいね、全部のお花が青、チューリップも青ですよ。アジサイ、バラも青ですからね。すごい、逆に赤系とかもあるんでしょうかね。
ちょっとなんか折れちゃってますね。まあ貼れば問題ないかな。たまにねこういうのありますけど、まあもう入ってる量が量なのでね、気になんないですね、 1,2 枚ね。でこのボックスに入ってるシール自体もなんだかんだこれかなりの枚数ありますよね。あ、最後なんかちょっとカラフルなお花でした。へえ、こんなパックもあるんだ。どこのメーカーなんでしょうね。何もわからない、面白い箱でした。さあ、まだまだ底が見えません。こちら、何これ、面白いイラスト、天使のイラスト、え、面白い、天使のイラストのシールですね。10柄入りの各2枚ずつかな。面白い、イラスト、本当にね、イラストですね。これは初めてのタイプだ。なんかちょっとシュールかわいい。これはなんか新しい可愛らしさだな。あ、これとか結構なんかしっかり絵画っぽい感じですけど、タッチの違いがやばいな、うん、これも普通に繊細なイラスト感ありますね。最初のやつのインパクトがすごかったな。これちょっと漫画チックかも。各柄ね、2枚ずつ入ってますね。あ、かわいい、これかわいい、こういうのもあるんだ。いや、もうなんか新しい発見ばっかりですね。面白い。あ、後ろ姿かわいい。いい感じですね。あ、これで終わりか。1個目の絵柄、だいぶ違うくない？これだいぶ違うくないですか？他のと。この雰囲気の違い。これちょっと面白い。いや、でも好きですね、この緩い感じ。なんか癖になる可愛らしさがあります。さあ、続きましてがこちら。これはなんだろう、メモかな。8柄が各5枚で40枚入り、あの最初に来たおまけみたいな構成なのかな。点のりになってますね。普通の紙がまず5枚入ってて、で次が5枚トレーシングペーパーですね。なるほど、なるほど。へえ。で、また普通の紙のメモ帳が入ってて、で、またトレーシングペーパーで5枚。で、今度また違う柄が入ってて、トレーシングペーパーバージョンが5枚。いいですね。トレーシングペーパーも5枚も入れてくれてる。私の中でトレーシングペーパー素材の方が若干高いっていうイメージがあるんで、豪華ですね。どの柄も可愛かった。いいですね。素敵。さあ、まだまだありますね。すごいな。こちらもメモ帳かな。50枚入りのメモ帳っぽいですね。見たことないブランドさんっぽい。これはね、バラメモだな。わらばんしみたいな柔らかめの紙にカラー印刷されてるメモですね。あ、結構たっぷり入ってる。各柄10枚ずつ入ってるっぽいです。ちょっとダークな感じのね、なんかヴァンパイアとか悪魔とかそういうのが似合いそうな、なんかヴィンテージゴシック感のあるデザインですね。でもファンタジー系のコラージュ流行ってんのかな。結構ね、なんかインスタグラムとか見ても天使のね、女性のやつとか使ってる方多いなと思っていつも見てるんですけど、素敵ですね。真四角メモ帳のタイプなんでね、大きさ的にはそんなに大きくないんですけど、素材としてとても可愛いと思います。さあ、続きまして箱物いきましょう。あ、かわいい。これコーヒーとかお菓子系のシールですかね。30ピース入ってるっぽいです。あ、いいね、このチケット系のも入ってるっぽい。開けましょう。これはね、マステ素材のシールですね。かわいいラベルとか、このコーヒーとケーキのねセットとか、すごい使いやすそう。かわいい。コーヒーモチーフってかわいいですよね。ついついいつも買っちゃうんですけど、これめっちゃかわいいわ。各柄2枚ずつあるっぽいですね。かわいい、かわいい。マステ素材っていうのもね、すごくポイント高いですね。結構ね、この紙の箱に入ってるやつは、あの私シーンとかアリエクスプレスで買った時に、あの普通の紙のねステッカーなことが多かったんですよ。でそれからね、ちょっとこの箱系を買うの控えてたんですよね。あんまりその紙のシールの素材が好きじゃなくて、これはマステ素材なんですごいいい。素敵。これめっちゃいい、めっちゃ好きですね。かわいい。イラストもねすごいかわいいし、このチケットタイプ最高ですね。かわいい。メニュー、
全部良かった。これはいいのが当たりましたね。嬉しいな。さあ続きましてこちら行きましょうか。紙素材かな、9柄入ってるのかな、各4枚ずつ入ってるっぽいですね。これもね、あのよくある柔らかいわらばんしっぽいやつですね。すごいひまわり。多分紙質のせいだと思うんですけど、若干粒子は粗いですね。やっぱ4枚ずつ入ってるっぽいです。色がね濃いめなのと、この、まあ、紙質の雰囲気と相まってね、このちょっと粒子粗い感じもある意味ちょっとヴィンテージっぽくて、あの新聞っぽいんですよね、なんか雰囲気、新聞の挿絵みたいな。だから全然 OK かなって思います。可愛い絵柄がね、素敵ですね。うん、柄はね本当文句なしに全部可愛いですね。コラージュ素材としても優秀そうね。可愛いですね、素敵。あ、なんか最後猫ちゃんいますね。可愛い。いいないいな、全部いい柄でした。それにしてもね、持ってるのと被らなくてびっくりですね。パッと見た感じね、まだ被ってんのなさそうなんですよね。次はこちら、なんかたっぷり入ってるジャーナルマテリアルブック、25柄あんのかな、48枚入りって書いてありますね。あ、すごい、ちゃんとねこう袋みたいになってて収納できますね。あ、これはステッカーシールですね。表面がマットなビニールコーティングになってるしっかりとしたステッカーです。かわいい。抹茶味なのかな、キャラメルって書いてある。あ、この細いのも入ってましたね。ラベル系こういうのとか文字系ですね。あんまりねこう英語は気にしちゃいけなさそうですね。ねえ、ここら辺ね雰囲気で使っていくのがいいかなっていう感じはしますが、でもこの緑の色がいい色ですね。ここ深い緑の色とかくすみグリーンとかね、素敵な色味ですね。写真系のステッカー素敵です。あ、こっちはね紙ですね。しかも型紙、厚手のカードです。すごいね、しっかりめのカードですね。薄いコースターとかしおりとかになりそうなぐらいの硬さがあります。うん、全部素敵な緑で、もう一個よいしょ、後ろに入ってるのがデザインペーパー的な、あ、違う違う、これステッカーだ。ちゃんと1枚ずつ切れてるステッカーです。ダイカットのステッカー、まあ四角なんですけどステッカーだ。すごい、これは紙ですね。これは紙素材。へえ、面白い。すごい、ちゃんと結構ちゃんとした紙使われてますね。ステッカーと紙素材が入ってました。さっきからねちょくちょく出てきてるんですけど、このブランドさん私初めて見ましたね。今回結構いい素材が多そう。さあ続きましてはこちら行きましょうか。あ、ハバグッテイさんですね。あの以前ねシーンでこれと多分同じようなシリーズを買ったことあります。ただこれは買ったことないですね。うん、こんな感じで10柄が3枚ずつ入ってる素材紙ですね。あー、このね、あのまたわらばんしっぽい柔らかめの紙でスチームパンクっぽい感じの絵柄ですね今回。うん、かっこいい。昆虫苦手ですけどスチームパンクと合わさってるんでそこまで嫌じゃない。青がベースなんでしょうかね。すごい、スチームパンクね好きなんですけど、世界観がね結構がっつりこうスチームパンクになるじゃないですか、こういう素材使うと。なんであんまり素材としてはね選んでこなかったんですけれども、こういうところで出会えるとねちょっと使ってみようかなって思いますね。あ、これかわいいな、ポストカードのイラストにもなりそうな。うん、素敵ですね、いいですね。あ、ここにもねパンクスペースステーションって書いてありましたね。さあ次はこちら行きましょうか。またリボン入ってますね、レースの。これはレースワークショップ、ハバグッテイさんですね。10柄入りの各3枚で30枚入りですね。めちゃくちゃ青い系の素材ですね。またリボンが入っておりました。あ、紙質さっきのとね同じような柔らかいわらばんしっぽい紙質ですね。青い系のレースが写ってる写真タイプのイラストかな、ね、こういう感じ。
すごいね、真っ青ですね違う色もありそうですよね。すごい、今回でも青とか紫とかが結構多めな気がしますね、私に来たやつは。うん、でも全部素敵、こんな感じですね。最後型紙です。さあ、だいぶ減ってきた気はします。こっちからいこうかな。紙素材ちょっと連続でいきましょう。多分これ紙素材、うん、こちらも10柄で各3枚入りの30枚入りの素材刺繍ですね。ハバグッデイさんです。観音開きっぽいですね。いきます、ババーン。おー、すごいゴージャス。紙質は一緒です、さっきと一緒。すごいね、フレーム、お花のフレームっぽい感じの柄ですね。紙の背景の色のせいか、すごいヴィンテージ感あふれるイラストになっております。すごいね。いや、素材紙もね結構買ってるはずなんですけどね、持ってないですね。いや、素敵ですね。これいろんな色が入ってるんで使いやすそう。いいですね。メモ帳としても使えそうですしね、真ん中空いてるんでね。パッケージの色味とはね、だいぶちょっと中雰囲気違うんですけど、でも可愛いね。さあ、じゃあこの箱いきましょうか。これ重い、これめちゃくちゃ重いっていうか、めちゃくちゃいっぱい入ってるっぽい。これは多分シールボックスなのかな。マステ素材のシールが多分40柄入ってて、各2枚ずつで80枚ってことかな。あと多分普通の紙が60柄入ってて、多分120枚入りなんだと思います。すごいね、めちゃくちゃ重いです。じゃあじゃあ、もうなんかくっついてますねいい、すごいですよ、もりもり。多分全部のね柄をお見せしてるととんでもないことになりそうなので、ちょっと今パッとこんな感じのヴィンテージっぽい時計とかラベルとかそういうのが多いのかな。マステ素材のシールですね。それから面白い、これメジャーのやつとか、こういうレースの可愛いやつも入ってますね。フレームとかお花、これ新聞紙柄のお花ですね。グランドピアノとか、コルクの上の部分とかですかね、可愛いです。こういうなんかタグっぽい形の可愛いレースのねコラージュみたいなのもあります。すごいね、いろんなの入ってますね。多すぎてほんと全部お見せしてると大変なことになるということに気づいたので、パッパといきますよ。こういうのとか、額縁とか、砂時計もありますね。ソファーもある。チャームとかもありますね。蓄音機、鍵です。タイプライター、まだまだって感じでチャーム系とか、鍵類ですね。手鏡かな、鍵系がいっぱい。この謎のかっこいいやつとか、すごいボロボロの南京錠とか、鍵とか、すごい電話、レトロな電話、かわいい。南京錠、すごい装飾のボックス、財布かな、まあ、全部アンティーク系のモチーフですよね。こういううちわもある。センスとか、もうすごいね。ろうそく立て、花瓶もあります。あ、マステは終わったかな。あとはね、紙素材ですね。すごいね、紙も。紙自体はね、多分コピー用紙的な薄いペラペラの紙なんですけど、いろんな模様があります。タグっぽいやつとかもあったり、ちょっとエスニックな感じのものとかもありますね。めっちゃタグの写真。これかわいい。リボン。こういうね、なんか紙の切れ端入ってたりはします。紙素材ですね。タグ型の紙素材がめちゃくちゃ入ってて、これとかバリが取れてないですね。たまにそういうのもありますが、こういう感じで、すごいね、なんかあんまり今まで見たことない感じのモチーフが多いですね。あ、これとか一個ずつ切り取って使ってもいいかもしれない。こういうなんか紙の切れ端素材みたいなのとか、これとかは折るとちっちゃな封筒になるやつですね、多分。こういうなんか背景っぽいのもあります。面白いですね、今までにないやつとか、なんかいろんなの入ってますね、本当に。だんだんね、後ろに行くほど大きくなってきてます、紙の
大きさがね、なぜかこうたまに裏返ってたりするんですけど、あ、これなんか楽譜みたいなのも入ってますね。すごいね、見てて楽しいですね。ほんといろんなの入ってるんで、縦長のやつも入ってます。すごい、真四角のやつも入ってますね。新聞っぽいやつとか、なんか大きいのになんのかなと思ったら急にちっちゃいの出てきたりしますね。本当にいろんな紙素材が入ってるっていうパックなんですね。何系って言うんでしょうね。なんか見たことない感じの柄も入ってますし、面白い設計図みたいな。なんか急にカラーが出てきましたね。やっぱ財布だ、財布てかなんかポーチだったのかな。あ、新聞っぽい。あー、かわいい。なんか急にカラフルなの来ましたね。こういうのがあったり、面白いですね。本当に面白い。うん。いろんなのが入ってます。あんまり本当今まで見たことない柄があるなっていう感じで、面白いですね。なんかちょっとハリーポッターっぽい感じのもあったり、あ、急になんか美しい感じの音、切れ端が入ってたりね。あ、本当にすごい量ですよ。でもボリューム感は圧倒的ですね。これ重かったもんね、この箱。紙質はね、普通にコピー用紙かなみたいなものにはなるんですけど、柄がこんだけいっぱいあるんでね、使いどころがたくさんありそうですよね。で、マステシールもね、こんだけありますから、すーごい。収めると、収まってないんですよ、箱にね。盛り上がってるんでね。すごいセットでございました。さあ、だいぶ減ってきたぞ。これはなんだ？シールですね。45枚入ってるシール。これ多分紙素材じゃないかな。あ、そうですね。多分そう。このね、紙素材のシール、可愛いんですけど、コラージュとかでね、使うとね、若干浮いちゃうんですよね。なんでちょっと私はうまくね、使いこなせてなくて、買うのをね、やめてたんですけれども。柄は可愛いですね。全部お花、チューリップかな。全部チューリップ柄？柄は可愛い。あとね、この紙のシールはね、透けないから、この白い枠ががっつり、まあ、主張しちゃうんですよね。だから使う時にはマジギリギリで切って使うのがいいかなとは思ってます。柄可愛いんでね、頑張って使おうかな。めちゃくちゃ猫が鳴いております。うん、柄は可愛いですね。チューリップで間違いのない柄って感じで素敵です。45枚も入ってるんでね、お裾分けとかに入れつつ自分でもしっかり使っていきたいなと思います。さあ、ようやっとそこが見えてきたかな。さあ、続きましてこちら、これも紙素材かな。10柄入りの各3枚入りで30枚ですね。ハバグッデイさんです。宇宙柄、じゃんじゃじゃーん。おー、なんかちょっと破滅してない？宇宙終わっちゃってない？大丈夫？すごいですね。紙質はね、いつもと一緒の柔らかいわらばんし系の紙です。すごいね。あ、これは使いやすそうかな。うん、宇宙柄もね、すごい個人的には宇宙大好きなんですけど、コラージュとしてはちょっと使いにくいかなと自分では思ってるのでね、うまく使いこなせるようになりたいと思っているんですが、まあでも今回ゲットした天使とか、ちょっと妖艶な女性とかね、こういうそれと合わせたらいい感じになりそうな気もしますけどね。すごいね、意外とカラフルなんだな。うんうん、あ、いいですね。すごいね。あ、このなんか波っぽいのかわいい。もうぶつかりそうですけど、土星と大丈夫かな。いや、ちょっと最初のがね、明らかになんかちょっと破滅しててびっくりしたんですけど。いいですね、宇宙柄もね。このサンタワールドさんのね、ボックスはね、やっぱいろんな素材を知れるのがいいですよね。いや、本当にでも被ってないのがすごすぎる。どうやってるんだろう。なんかシーンに出品されてるものは避けてるとか。でもね、こんなにまだまだあるんだなって思いますね、素材がね。さあ、次がこちら。あ、これなんかすごい素敵そう。これも素材紙ですね。しかも折り紙サイズですね、これ。6柄入って
出て各5枚かな。で30枚入りっぽいですね。これはすごい大きいです。折り紙サイズ。あ、若干ねこの紙質がね多分影響してると思いますけど、粒子は粗いかな、イラストの。でもねすごく素敵ですね。5枚ずつ入ってるっぽい。ファンタジー系やっぱ流行ってるんですかね。あー、いいね、素敵。全部おとぎの世界な感じで素敵ですね。もうかわいい、いいですね。あの折り紙サイズなんでね、ポチ袋とかも作れますもんね。かわいいです。お城ですね。ファンタジックなお城のイラストの素材紙ですね。今まで持ってなかったんですごい嬉しいですね。これ折り紙サイズってあんまりねシーンだと見ないんで、それもいいなと思います。さあ続きましてこちら行きましょう。ラベルブックかな、50枚入りっぽいですね。柄はねこの人柄っぽい、人柄と言いつつこれ横に2つあるんで2柄なんですけど、あ、これねミシン目入ってないですね、ここには。なんで自分でチョキッとハサミで切る感じにはなると思います。全部同じ柄っぽいですね。この2柄の1枚って感じ。これはね普通に使いやすそうです。紙質はねさっきのあのこの背景紙と同じような柔らかめのわらばんしっぽい紙ですね。そしてこちらが、これかわいいね、パッケージもすごいしっかりしてます。30ピース入ってるっぽい。レースストックペーパーって書いてありますね。これねパッケージがすごいしっかりしてて、プレゼント用にも良さそうってぐらいすごいしっかりしてます。あ、挟まってるだけなんだ。あ、すごいすごい。これ大カットになって紙の絵柄がレースペーパーっぽい模様になってる。実際のレースではないです。ただこれ真ん中ミシン目入っててくり抜けるようになってますね。なんでこのままベタっと貼ってもいいし、こうくり抜いてコラージュで使ってもいいしっていう感じで、2パターンの使い方ができるペーパーになってますね。紙はねコピー用紙ですね。各柄2枚ずつかな。かわいいですね。レースの部分がね本当にレースなわけじゃなくてイラストのレースなのでね、若干こう可愛らしさの方が前面に出てるんですけど、でもね素敵な柄なんで、あと色がいいですね。いろんなピンクがあってとても可愛いです。あ、こういうのもね全部このくり抜けるようになってるのでね、いいですね。可愛い可愛い。いっぱい柄もあるし素敵です。こんな感じですね。1枚の大きさも結構しっかりあるのでね、こうくり抜いたらねこの真ん中のちっちゃめの丸になるし、フレームにもなりますしね、素敵だなと思います。たっぷり。さあ続きましてはこちら。おお、これなんだ、これすごいぞ。5枚しか入ってないっぽい。あ、これでもシールっぽいですね、背景シール。すごい、ハバグッテイさんだ、初めて見る。これ、あ、何これ、すごい、これはすごいですね。ああ、へえ、これ、あ、シールだ。これね、シールです。こういうマステ惣菜のシールなんですけど、すごい、このヘッドテープみたいなね、特殊箔が押されている、こう一枚ペタッと貼れる背景シールですね。これはすごい。おー、なんかすごい。これは見たことなかった。こんなのあるの？あ、これいいな、かわいい。すごいですね。これも1枚しかないんだ。5柄あって各1枚なんですよ。おー、すごいですね。わー、これはどうやって使おう。これはすごいですね。ちょっとなんか見たことなさすぎてびっくりしちゃった。こんなのあるんですね。このサイズの全面マステシートってすごいですね。いや、これはすごいわ、びっくりしましたね。ここからはね、あとシールが多そうですね。見ていきましょう。あ、これ思ってたよりいっぱい入ってる。何これ、すごい。ヴィンテージマテリアルバッグ。あんまりヴィンテージ感ないですけどね、ここ12枚入ってるっぽいですよ。今のところヴィンテージ感は全然ないんですが、文字の、金なんですけどオーロラ箔ですね。見る角度によって色が変わる箔がついてます。あー、すごい、でも使いやすそう。
あ、でも箔付きはこの2枚だけかな。あとは白黒で、これね、あの紙です。普通の紙のシールですね。ダイカットされてるんで、このまんま取って貼れるんですけど、紙のシールです。あとは全部白かな。あ、そうですね、最初の2枚だけがこの箔押しで黒字なんですけど、あとはね全部白字に黒文字で、全部文字ですね。すごい。これはなんでヴィンテージって名前なんだろう。やっぱ英語の意味はあんまり考えずに貼る方がいいかなと思いますね。英語の意味考えたら負けですね。ちょっと使えなくなっちゃうと思う。ちょっとね、たまにんっていう英語がありますね。でも可愛いね、書き方っていうか、このレタリングはすごい可愛いですね。でもいっぱい入ってる、12枚入りですからね。しかも最初のは箱押しなんで、かなり豪華なセットですね。これね、上から見た時全然こんなにいっぱい入ってると思ってなかったんで、すごいなって思いましたね。で、あ、こちら、これもね、持ってるかな、私。これは持ってるかもしれない。あ、2枚ずつ入ってて、蓋柄ある感じ。あ、嬉しい、これ。でも2枚入ってんの嬉しいですね。しかも結構使いやすそう。あ、じゃあこのシリーズ持ってないかも。持ってなかったかも。結構初めて見ましたね。これはね、セルフカットのペットテープですね。切られてはないので、自分でね、切るタイプです。いや、でも、嬉しい。2枚あると使えるんでね、やっぱね。使いやすそうな柄で嬉しいです。さあ、そしてまたシール。あ、これも可愛い。あ、これ同じシリーズかな。そうですね、同じシリーズの違う柄だ。これもじゃあ2枚ずつ入って2柄ですかね。あー、いいですね、嬉しい。しかもこれは箔がついてますね。セルフカットタイプですけど、この柄のね、縁がね、金の箔になってます。かわいい。モチーフがめちゃくちゃかわいいですね。これはめっちゃ使いやすそう。嬉しい嬉しい。当たり当たり。さあ、そしてこちら、これもなんかかわいい封筒みたいなのに入ってますね。これもシールかな、マステ素材のシールっぽいですね。15柄入ってて、15枚入りなんで1柄1枚ずつですね。あ、かわいい、かわいい、かわいい。いいですね。このレターのマステ素材のシールが入ってて。で、すごい大きい。これめちゃくちゃ大きいですよ。こんな大きい花柄のマステ素材が入ってて。あ、このなんか、ちょっと髪を折ってくしゃくしゃってしたようなね、のも入ってます。かわいいですね。またお花柄があって、すごいね。全部大判なんですよ。ね、すごいすごいすごい。これだって、これですよ、この大きさですよ。これは贅沢ですね。めっちゃ可愛いし、あ、しかもなんか作品例書いてくれてるね。これは絶対可愛いわ。これはね、めちゃくちゃ嬉しいですね。今見てる中でもね、これはかなり上位に食い込む、1位2位を争うレベルで好みですね。めっちゃ可愛い。さあ、おー、なんかすごいの入ってる。じゃーん、これクリアスタンプですね。こんなのも入ってんの？びっくり。シールとか素材紙ばっかりだと思ってたんで、こういうのも入ってくるんですね、Mサイズだと。Sサイズはスタンプは入ってなかったと思うんで、いやー、クリアスタンプ嬉しいですね。しかも建物系の柄と、あとめちゃくちゃ長文の英字。これね、ボンって押して、ちぎってね、こう、さっきのあったような紙素材みたいにしてもね、いいと思いますし。いや、これはめっちゃ嬉しいですね。クリアスタンプはね、シーンとかアリエクスプレスでもね、まあまあそれなりにお値段もしますしね。しかも柄いっぱい入ってるのが嬉しいですね。こんなのも入ってます。さあ、そして次がこちら。あ、これは嬉しいですね。結構大判のお花、10枚入ってますね。こんな感じで。キラッキラのお花です。これはね、まあ間違いなく使いやすい。これただ多分ちょっと色剥げちゃってるのかな。こことかね、色剥げちゃってますね。この、こことかね。たまにこういうのもあるのかな。かわいいもん。いよいよ、すごいね。使いやすそうです。これめちゃくちゃシール割れてません？こういうのもたまに入ってるんですかね。まあでもコラージュでね、上から重ねちゃえばわかんないんでね。裏から見るとなんか明らかにおかしいですけどね。気にしない。これも若干なんかおかしいですね。
割れてる、シールが割れてる感じがします。あ、でも無事なのも多いですし、若干このシールは残念なやつがちょっと多いかもしれないですね。これもなんかちょっと変だし、後ろ、まあでも貼れればね、重ねてしまえば見えなくなるし大丈夫だと思います。うん、柄は可愛いです、とてもね。これちょっと初めて見るブランドさんですね。ペーパーモアっていうところかな。若干品質が今まで見たのの中ではんって感じはしましたが、柄は可愛い、使えたらいいです。で、これすごい気になる、これ何、すごいね、羽だよ、羽。これはね、5枚入りだそうです。大きいもんね。すごいね、本当にあのリアルな羽の大きさっていう感じで立派です。金のね、箔付きですしね。これはゴージャス、5種類の羽が入ってるっぽいですね。すごいね。あ、装飾がついてるやつもあります。これは贅沢ですね。うわー、2枚ずつにしてくれれば使えるのに。1枚しかないともったいない病が出てしまう。いや、でもこれ使ったらコラージュ超かっこよくなりそうですね。これはちょっと使いたいな、かっこいい。で、まだありますね。あ、でももうあとちょっとかな。まあでも、あの、このロールテープ系がね、7個あるんでね、まだまだあるんですけれども、こちら3枚入ってるバラのお花のステッカーかな。こういう系のシールも山ほど買ってるんですけどね、持ってないやつかな。かわいい輪郭部分がね、白押しになっていて、とてもキラキラしております。セルフカットタイプのシールですね。ちょっとかわいらしい系の色合いがいいですね。結構今回なんかこうヴィンテージとか大人っぽいの多かったんで、こういうね、かわいい系入ってるとなんかちょっとホッとしますね。素敵。まあ、それでも結構くすみ系の色、今流行りの色っぽい感じですね。パステルって感じじゃなくて若干くすんでるかな。とても可愛いです。さあ、そしてこちら、すごいね、 ABC アルファベットのステッカーかな。コリアンレトロスタイルって書いてありますね。3枚入ってるっぽいです。あ、マステ素材のステッカーで、とりあえず ABC がバーって並んでるやつ。あ、これね、ちゃんと大カットになってますね。ちゃんとね、1枚ずつこのちっちゃな丸でね、切られてます。なので使いやすいと思います。ただこれ ABC レターによって3個しかないのと4つあるやつとっていう感じで、枚数が違うのでね、使っていくとね、作れない単語が出てきたりするかもしれないんですけれども、レターと数字ですね。それから、あ、すごい、こっちはこっちも数字があって、であと関数字がありますね。 1,2,3,4,5,6,日 ですね。最後だけ日曜日の日ですね。で、月1月から12月まであって、矢印で、あとはなんかラベルっぽい感じのシートになってます。これ全部マステ素材ですね。スケジュール帳とか作ってる方にはちょうどいいかなっていう感じですね。さあ、そしてこちら、これもまたすごい箔ですね。3枚入りっぽいです。おー、ゴージャス。いろんな蝶々ですね。ここまでギラギラだとね、もう昆虫感ないですね。宝石かなみたいな。すごいです、キラッキラ。セルフカットタイプのクリアテープですね。いや、すごいですね、キラッキラでございます。なんか今回結構緑と青と紫に偏って箱だったかなっていうイメージはありますね。緑のものとかも多かった気がする。で、最後がこちら、なんかすごいレトロペーパーみたいなのが入ってます。30枚入りですね。すごいね、めっちゃレトロペーパー的なやつですね。おー、なんか型紙も入ってます。あ、すごいすごい。紙質はね、あの今までの素材紙と同じですね。すごいね、これね、めっちゃ焼けてる感がある、まあ、コピーなんですけど、これちぎって使うといい感じになりそうですね。これ辞書だね、辞書の意味が書いてある英辞典ってやつですね。これはなんか女性のための本の一部らしい。面白い。基本辞書の紙が多いかな。ほとんど辞書紙ですね。たまになんかアーティクルっぽい感じの紙が入ってるっていう。すごい。
30枚も入ってるから余裕で使えますね。今まで持ってなかったんでね、嬉しいです。しかも大きいですしね、紙英語サイズぐらいあるんじゃないかな。若干英語サイズよりはちっちゃいですね。でもほんとちょっとだけって感じで、こういう中国系韓国系の素材の中では大きい紙素材ですね。さあ、それではね、最後こちらのロールペットテープたち見ていきたいと思います。すごいね。 S サイズ購入した時は確かこのロールテープ系は1本とあとちっちゃなマステが入ってたと思うんですよ。ちょっと結構前なんでもう忘れちゃったんですけど、これ7本入ってるってすごいですよね。早速見ていきたいと思います。でね、まずね、こちら、これはね、私ね、多分SHEINで買ってる同じやつがある気がします。はい、引っ張り出してきました。こちらね、多分全く同じですね。ハバグッテイさんのね、マステでございます。いや、これはね、でも自分で可愛いなと思って買って、これすごい気に入ったんですよ。このね、絵柄がね、一個一個が結構大きいのと、柄がパキッとしてるんですよね。なんでこれおすすめってSHEIN購入のね、動画でも言ったと思うんですけれども、そう、これはね、すごく気に入ってるマステなので、もう一個手に入ってめちゃくちゃ嬉しい、嬉しいかぶりでございます。さあ、続きましてはこちら、すごいね、これ蝶々なのかな、白黒ですね。こちらは50ミリ幅の2メートル巻き、多分1ループ35センチっぽいですね。これもマステ素材っぽいです。このね、剥離紙付きのマステのテープなんですが、これね、最初の剥離紙の始まりがテープになっちゃってるんですよ。すんごい剥がしにくいですね。ちょっとね、ベタベタしすぎるので切ってしまいましたが、こんな感じで白黒のコラージュにね、使いやすそうな、なんかラベルっぽい感じのシールシートですね。マステ素材です。ここまでかな、こんな感じですね。蝶々もちっちゃめなのでそんなに嫌な感じもしないですし、コラージュにはすごい使いやすそうだと思います。ただこれ最初剥がすのがめちゃくちゃ大変でした。さあ、続きましてこちらペットテープですね。コーヒー柄、間違いなさそう。こちらも50ミリ幅の2メートル巻きの、一辺35センチって感じですね。はい、開けてきました。マットタイプのペットテープになっていて、でセルフカットのね、とても可愛らしいモチーフのペットテープになります。いいですね、使いやすそう、ナチュラルな感じでございます。ここまでですね、柄はこんな感じ。いいですね、素敵。これね、私もしかしたらSHEINで買おうか悩んでたやつだと思う。なんかこういうの入ってくると嬉しいですね。そして続きましてがこちら、すごいおしゃれな女の人のやつですね。ハバグッテイさんですね。55ミリ幅の2メートル巻きです。開けてきました。こんな感じで、いつも私が買っている女性とはまたちょっとタイプが違うんですけど、おしゃれかっこいい感じの女性と、あとこういう絵地ですね。うん、かわいいかわいい。1ループに6人女の人がいますね。全員サングラスかけてる。これもでも使いやすそうですね。さあ、続きましてはこちら行きましょうか。パーソンズミス、65ミリ幅の3メートル巻きですね。これはマステタイプのロールテープっぽいです。はい、こんな感じ。宇宙柄ですね。すごいね、でもセピア柄のイラストで、一個ずつこういう感じでモチーフごとに切って使う感じですかね。しっかりと分かれてますね、こう柄がね。面白い。すでにコラージュされてる感じの宇宙柄のモチーフっていう感じで、ここまでかな。あ、セピア系のね、色なので落ち着いてて使いやすそうですね。さあ、残り2本になりました。これいきましょうかね。メモリーコレクションということで、6センチ幅の一辺が38センチですね。で、2メートル巻きになっております。これもね、めちゃくちゃ、よいしょ、粘着がすごくて、しかもなんかちょっとねっちょりタイプなんで、だいぶしんどい。こっち側にもね、粘着が残っちゃうんでね、このねっちょりタイプはやめていただきたいですね、ちょっとね。
はい、ねっちょり部分取ってきました、モチーフはねめちゃくちゃ細かい。これ一個ずつ切るのちょっと大変だなっていうぐらいめちゃくちゃ細かいんですが、その代わりめちゃくちゃ種類ありますね。素材の数的にはすごい量だと思います。ここまでかな。ただ切るのはちょっと大変ですね。でもどのモチーフもめちゃくちゃ可愛いです。印刷的にはすごいしっかりはっきりくっきり写ってるので、この切るのが億劫じゃなければとてもいい素材だと思います。さあそれではね、最後になりました、こちらハバグッデイさんのペットテープですね。50ミリ幅の2メートル巻きです。これはねゴージャスですよ。すごい、あのキラッキラの白とね、この輪郭がちょっとぽっこりしてる感じの特殊白が使われているペットテープですね。すごいファンタジーのね背景に使えそうな柄ですね。めちゃくちゃ可愛いです。あ、この本のやついいね。すごい可愛いです。すごいねキラキラしております。これはゴージャスですね。色もねすごいカラフルで素敵ですね。やっぱこの輪郭がポコってしてるやつはすごい高級感がありますね。ペットテープの中でもね、箔が使われてるのはいいなって思いますね。はい、というわけでね、全部数えてみたんですけれども、ポーチと最初のおまけの袋も含めると全部で63点でございました。すごいね、すっごいね。いやらしい話をしますと、単純計算で63個で元値を割るとなんと1点117円で全て購入できたということになります。まあね、どの商品を見ても117円じゃ新品でも買えないよねっていう感じでね、やっぱりサンタワールドさんの箱はお得なんですね。まあね、自分で中身選べないっていうのはありますけど、なんかすごくセンスいいなって感じましたし、こうなんかうわこれは使えないなみたいなやつは全然入ってなくて、もちろん好みによってね感じ方は変わるとは思いますけど、なんか今流行りの万人受けしそうなものが入ってるのかなっていう感じがしてね、みんなが嫌な気持ちにならないものが入ってるなっていう、そういう感じがしました。入ってて嬉しいなと思うものがいっぱいでね、ホクホクでございます。今後ね動画でもこちらの素材たちね積極的に使っていきたいなと思いますので、使っている動画もね気長に楽しみにしていただければなと思います。今回ね風邪をひいてしまってかなり鼻声でねお聞き苦しいところがあったと思いますが、最後までお付き合いくださって本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。